結局ヤンがエコニアを後にしたのは宇宙暦788年の暮れも押し詰まってのことであり、789年の新年を途中の惑星マスジットの宇宙港の待合室で迎える羽目になった。やれやれ、次の乗り換えまで8時間か。まあ、座るところがあってよかった。村井は精力的に調査を開始した。その審問ぶりは甘くはなく、少しでも矛盾があると厳しくその点を追求した。ヤン少佐が一部の捕虜と結託して騒乱を起こした。事件の構図は明らかではないか。パトルシェフ隊は利己的な目的でこれに協力したのだろう。ヤンの立場は危険なものだった。コステア大佐の主張が軍当局に受け入れられた時、ヤンの肩書きはエルファシルの英雄からエコニアの反逆者へと変わるだろう。だが今一つ危機感の持てないヤンであった。まあ実態と違うという意味では似たようなものか。ヤン少佐が秘密観察官であるなどというヨタ話を考えついたのはパトリチェフ大尉か。バレバレか。そうだろうな。それはその方便というやつでして。方便？その件に関しての追及は容赦がなかったが、それ以外の点では村井は二人の話をきちんと聞いた。見たところ村井中佐は独創的ではないが、処理能力には富んでいるようだし、判断も正確なようだ。不愛想で口やかましいところはあるが、陰湿さは感じられない。信頼して良さそうに思えるが。では全て時効ということで立ち入ったこともお聞きしますが、アシュビー提督の最初の夫人とは閣下もお知り合いだったのですね。離婚の時も閣下が調停役をなさったと聞きましたが。私としては不本意だった。アシュビーにしてみれば親友に頭を下げて依頼しているつもりなのだろうが、依頼される方の心理的負担は小さくない。最初私はアシュビーに冗談交じりに、だがはっきりと拒絶したのだ。君はまだ独身だな。それではわからんかもしれんが、男の中には結婚して家庭に束縛されることに本能的な違和感を覚える例が多いようでな。閣下はアシュビー提督は戦略家ではなく戦術家だとおっしゃいましたが。与えられた戦場でこれほど傭兵に神業を示す男はアシュビーの他には存在しなかった。戦う都度勝利した。だがそれは言い換えれば戦闘には勝ち続けたが、それによって宇宙の歴史に変革をもたらしたわけではないということだ。確かにダゴン海戦以来帝国と同盟の関係には全く変化はない。例えばイゼルローン回廊だが、帝国軍がイゼルローン要塞を建設するより前、同盟でも要塞の建設計画があった。実はアシュビーもその構想を抱き、基本案を国防委員会に提出したことがある。ところがアシュビー自身は大艦隊を指揮統率する魔力に取り憑かれており、この案は艦隊戦力の強化案が最高評議会で認められるのと引き換えに破棄されている。軍事は莫大な予算を必要とする。どうせ費用がかかるなら要塞より艦隊に使うべきだというのがアシュビーの傭兵思想だったのだ。それはそれで戦勝の面目というものだが。でそのアシュビー提督がどうかしましたか。戦死ではないというものがいる。戦死でなきゃ何です。謀殺だ。どうだ、聞き捨てにできん話だろう。歴史に遺説はつきものですよ。そう、そしてこれは軍部にとっては無視できない遺説なのさ。歴史の定説は確立されているんでしょ。アシュビー元帥の死に関してはそれを今さら問題にする理由は何です。それはだな、ミンツ隊
例のファイルを持ってきてくれ。彼らは民主共和制に共感していて、そのために自分たちが属していた国家を裏切ったのか。ジークマイスターという人の場合はそうらしいですね。そもそもの原因はマルティン・オットー・フォン・ジークマイスターという人物が内務省社会秩序維持局の官僚の息子として生まれたことにあるのかもしれません。表現は難しいと実感しながら順を追って話し始めるヤンであった。ジークマイスターとミヒャールゼン、そしてブルース・アッシュビーと730年マヒア、それらの関係が今明かされようとしていた。